待ってた。いえ、ごめんなさい。こんなところに呼び出して。いいのよ。今日から変わることに決めたんだから。そう、変わるの。今までの私は自分の才能に溺れて人を見下した態度をとって、誰が見てもすごく嫌な女の子だった。普通の女の子が愛だの恋だのと騒いでいるのをバカにしてたわ。だけどいつの頃からか、私の中に初めて込み上げる感情が、すぐにあなたに恋してると気づいたわ。私は科学という悪魔に魂を売り渡した女。そんな浮ついた感情を抑えるために研究だけに没頭したの。だけど卒業が近づいてくると、その思いが強くなってきて、自分でも抑えきれなくなって、だからその思いを完全に否定しようとして、あなたに戦いを挑んだの。結果は言わなくてもわかるけど、全てにおいて私はあなたに負けてしまったの。もうあなたに嫌われるなんて考えたくない。世界征服の野望も捨てるわ。でも私の野望はあなたに好かれることに変わったから。本当に？じゃあ野望は達成されたのね。嬉しいわ。きっと世界征服したとしてもこんなに幸せになれなかったと思うわ。私もっとあなたに好かれる女の子になるために努力するわ。